なってしまって、すみません。買われたようだな。いや、あの頃のお前に戻れたんだな、鈴音。一年、いいえ、何年もかかってしまいました。私はこれからクラスメイトのために自らが前を歩いていけたらと思っています、そして自分の道を見つけるためにこの学校で仲間と共に学んでいきます。やっと本当に昔のお前に戻ったということだな。俺がお前を突き放した一番の理由がなんだかわかるか？いえ。お前は俺という幻影に囚われた。そのことがどうしても許せなかった。だが、お前はもう大丈夫だ。それを今確信した。他者に強くあれ。そして優しくあれ。はい。俺も謝罪しなければならない。昔、長い髪が好きだと言ったのは嘘だ。短い髪型を好んでいたお前が真に受けるかどうか確かめるために嘘をついてしまった。許せ。許します。その嘘のおかげできっと今があると思いますから。鈴音、俺はお前のことを大切に思っている。兄さん。2年後、正門の外でお前を待っている。成長したお前を見せてもらう。はい、精一杯最後の最後まで戦い抜いてきます。また会おう。